防御率 2.57 とで、ただ与えたフォアボールが2つ、与えたデッドボールが1つ、奪った三振。ここからですね、右足は浮いてる状態でもう投げに行ってるような感じの投げ方なんですが、打ち上げた当たりはサードの石川昂弥、前に出てきて7回にタイムリーツーベースを放った根尾、ツーボール、A フライを打っている滝野ですが、スリーワン、インコースはアウト、変化球を打っていきましたがファウルです。高め、空振り三振。初球高めの球をストライクから、右中間への当たりです。打球伸びていきますがライトの伊藤浩介が追いついてスリーアウト。